商家を訪ねて古民家の華やかな歴史をたどります。大正9年に建てられた官舎が路地裏に隠れています。その歴史的な記憶を覗いてみましょう。銅板で覆われた廊下でお茶の香りがしています。おばあちゃんの風呂のお茶文化総意園区へようこそ。古い思い出の中に素朴な美しさを見つけます。本を読む人は死ぬまでに1000回の人生を経験し、本を読まない人は1回の人生しか経験しない。歯科校の初秋喫茶の旅に出かけましょう。100年の歴史を持つ歯科校の文化の発展を目の当たりにすると、旧市街にある玉珍斎の願書房にはお菓子だけではなく物語もそこに感じることができます。商家を訪ねて私たちが愛する家から足は離れられますが、心は離れることができません。古民家の物語を発見しましょう。